寝ても覚めてもゆきりんワールドを夢中にさせちゃうぞ、ゆきりんこと柏木ゆきです。さあ今日はですね、 AKB48 についての質問ということで、皆さんが気になる AKB についての質問、聞きたいこと、素朴な疑問などなど募集しました。なんか質問見てるだけでめちゃくちゃ面白かった、こんなこと気になるんだとか、そりゃそれ気になるよねみたいなこともあったりして、なのでちょっと皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。何千件も質問いただいたんですけど、一番多かった質問が、脱毛どうしてるんですか。私びっくりした。なんかグループのなんかオーディションの話とかメンバー間のこととかかなかなと思ったら、一番多かったのが実は脱毛に関することで、例えば脱毛ってオーディションに合格したらすぐに通うんですかとか、なんかクリームでやってるんですかとか、メンバーみんな同じ脱毛に通ってるんですかとかいっぱい来てて、これはあの私は中学校3年生で AKB に入ったんですけど、19歳か20歳になるぐらいの時にあのちゃんとした脱毛を通ってやりました。だからそれまでは普通になんか自分で処理してて、であのなんかだんだんちょっとその AKB の衣装とかでもこういう脇が見える衣装が増えたりとか、グラビアがちょっと増えて、あこれって脱毛した方が早いなと思って20歳ぐらいの時にちゃんとした、私はなんか多分医療脱毛って通いました。でみんなそれぞれだと思います。もっとあの月額いくらみたいな多分安いところとかに行ったりとか、まあ、してない子もいると思うし、これはあの決まりでやってくださいとか言われないです。 AKB を自分で行きたい人は行くっていう感じです。で所属事務所はどうやって決まるんですか、これ面白くない。 AKB ってもともと入った時はみんな一般の人なんですよ。 AKB というところに入る、だからどっか事務所に入ってる子とかは入れないんですよ AKB に。で AKB に入ってからいろんな事務所に入るんです。で私は渡辺エンターテインメントっていう事務所に入ってるんですけど、多分みんないろんなパターンがあるんですよ。私の場合はこれ多分初めて言うかもしれないんですけど、事務所の人が秋葉原の劇場にチーム B の公演、私チーム B だったんですけど、チーム B の公演を見に来て決まりました。だからでもそれぞれだと思います。テレビでとか話でとか、だから他の子の詳しいことはあんま聞いたことないんですけど、私は劇場公演のパフォーマンスで決まりました。だからやっぱ私は劇場とか大事にした方がいいなって思うし、公演とかパフォーマンスだけで多分決まったと思います。それ以外別にテレビとかあんま出てなかったので、それぞれいろんな形で決まります。ドームとかでやるライブの会場って暑くないんですか。あー確かにみたいな、これは暑いです正直。もうドームだろうがホールだろうが冬でもめちゃくちゃ暑いです。でもドーム特に暑いかもしれないです。やっぱりまずはその特攻っていってその火が出たりとかっていう時はもう本当にやっぱり近くであのキャンプファイヤーやってるのと同じって言えば分かると思うんですけど、こういうここが出ててももう数メ1メートル先に火が上がってるので、それは暑いっていう感じはあります。でも本番中はあんま結構アドレナリンが出てるので意外と平気で、あと暑いのはドームのステージの下で着替えたりとか、あの花道の先のステージに行くとき、この花道の下をねくぐっていくんですけど、この下とかはもう風が通らないのでめちゃくちゃ暑いです。一番暑いステージの下って、うん、武道館の時だったと思う。あえ西武ドームも暑かった。西武ドームも暑かった。もう武道館も上に LED があって光の暑さ、西武ドームはやっぱもう皆さん見たことある、あのバタバタとみんなが倒れていく西武ドームはそんな過呼吸なるわけないだろうみたいなことも言われたりするんですけど、もうサウナ状態だったんですよ裏が。だから外で踊っててもあれって半分外なんで、真夏の外でずっと踊ってる、汗かいて暑い、裏帰ったらサウナの中で着替えてってそのまままた出ていってるんで、あれはね仕方ないっていうぐらいちょっと暑かったです。早着替えの仕組みを知りたいです。確かにこれはよく、だから1曲出てて次の1曲がやってたらもうその次の曲には全然違う衣装で出てくるみたいなことがあるパターンと、ステージ上でもうバッて変わるパターンで、このステージ上で変わる場合は衣装さんの作りが本当にすごくて、例えばここにボタンがついてて、ここをパチパチパチって引っ張るともう全部脱げるとか、ここにボタンがついててこうやってやるともう全部その裏側が衣装になってるとか、もうこれはもう衣装さんがめちゃくちゃすごいです。1曲出て1曲の間に次の衣装に変わってることは単純に頑張ってます。単純に2分30秒とかで
もう一緒です。普通に脱いで、全部脱いで衣装を着て、だけだからもう人力っていうか、もう人です。これはもうメンバーの頑張りだから、その次今やってる曲を聴きながら大サビぐらいにはもう出てステージ裏回らなきゃいけないとかを、音楽を聴きながら自分でひたすら頑張るだけ。もう冷静が一番大事なんで、もううわーってやるとこれ無駄なんでみたいな。絶対見せられない。1曲の間に自分でちゃんと着替えるパターンがめちゃくちゃドキドキします。続いて、ダンスを1曲覚えるのにどのぐらいかかりますか。これも結構来てて、例えば新曲ミュージックビデオの撮影までにどのぐらい練習するんですかとかあるんですけど、これ平均して1時間かなって思います。まず覚えるので、振りを覚えるのと、立ち位置を覚えたりみんなで合わせるので、およそ1時間。そっから振りをみんなでこう固めていったりするので、またプラス30分とか。でも新曲は本当にギリギリに来たりすると当日に覚えたりとか、3日間ミュージックビデオ撮ってる間の1日目、まずイメージシーン、顔のシーンだけ撮ってる合間で時間がある人からどんどん練習して覚えるみたいな。一番練習長かったのは大声ダイヤモンドと僕たちは戦わないとウザ。この辺は結構、大声ダイヤモンドはまだみんながダンス得意じゃなかったのでそれで練習が長かったのと、でウザと僕たちは戦わないは単純に振りがすごい難しかったので結構長めに練習しました。あとこれもダンス関連で、立ち位置やダンスどうやって覚えてるんですか。これは立ち位置はなんか番号があるんですよ。真ん中が0番で1、2、3、4、5で、こっちから、こっちが下手、こっちから上手で、1列目、2列目、3列目みたいな、大体あるので、コンサートで曲いっぱいあるときは携帯にメモったり。1個だけ全然違う話で思い出したこと言っていいですか。昔情熱大陸に横山由依ちゃんが総監督でやった時に、由依ちゃんとあとなんか先生が喋ってるみたいな説明してる時に、私が携帯触っててなんか話聞けよみたいな、めちゃくちゃ叩かれたの。立ち位置メモしてんだってみたいな。これだけ本当にずっと言いたかった。確かになんか話してるのは立ち位置関係なかったかもしれないですけど、その前ギリギリまで多分何番何番ってやって、もう忘れちゃうから書かなきゃと思って書いてるのをそこだけ抜かれて。だから皆さん、これ今後いろんなメンバーとか、他の人がどうやってるか分かんないですけど、あのなんかレッスンの時に携帯触ってたら、そのみんながみんなゲームしてるとか LINE してるとかではなく、立ち位置とか先生に言われたことをメモしてる可能性がある。特にそうだよね。うん、もう私はノートにしない理由は、携帯の方が寝る前まで携帯いじってるんで、何だったっけと思った時にすぐ見れるのが携帯だからなんですよ。で、あとこれマイク代わりにできるんで、そのまんま。でもノートって持ってたらダンスできなくなっちゃうから、ペンもあるしっていうことを今ふと思い出しました。あの覚え方は本当番号をひたすら記憶するのみです。これもね、確かにと思った。フォーメーションはどうやって知らされるんですか、劇場やシングルだから。自分が何列目でどの位置かっていうのは、多分最近多いのは新曲の振り付けやりますってなった時に、立ち位置の紙ってあるんですよ。その立ち位置が書いてある、この A メロこういうで、次の B メロのこの番号みたいな、細かいポジションは意外とそのなんか立ち位置でさらっともらって、おここなんだみたいなパターンが最近は多いです。前もってセンター誰誰とかもないです。結構最近はさらっとが多いかなと思います。人数が多いと思うのですが、差し入れなど取る順番は決まってるんですか。これは決まってないです。楽屋の廊下とかに置いてあって、誰々さんからいただきましたとか、見つけた人が取って OK。 でもたまに後輩のメンバーとか気遣って、なんか楽屋とかでなんとか差し入れ来てますよとか、なんか声かけてくれたりしますけど、基本的には誰が、お弁当も一緒です。先に食べたい人が取っていく。 AKB は決まりはありません。続いて、 AKB の先輩後輩は年齢順ですか、入った順ですか。これは入った順ですね、 AKB はね。そうですよね。だから年下でも先輩だった敬語だったりもするし、なんかその子とその子のなんか仲の関係性によっては、先輩だけどタメ口だったりいろいろ。例えば私先輩で、峯岸みなみちゃんは年が1個下なんですけど先輩なので、最初は敬語で喋ってたんですけど、仲良くなって兄ちゃんって呼ぶし、タメ口になったり。逆に後輩でも全然タメ口の子もいるし、
じゃあこれはね、それぞれ本人次第だけど、年齢順じゃなくて入った順です AKB は。基本的にメンバー同士なんか複雑そうだし上下関係厳しそうってイメージがあるけど、実際はこれめっちゃ来てました。なんか派閥あるんですかとか、なんか喧嘩とかしますかみたいな。これはもう本当にないです。もう何回も言ってるけど信じてもらえないけど本当にないです。私が入ってから今のところ、私が知ってる中では上のメンバーが言ったことが絶対とかもないし、後輩が絶対片付けやらなきゃいけないとかもないです。 AKB は、うん、この顔見て本当にないの。これもう嘘じゃない。卒業前綺麗になるのはなぜですか。もうめちゃくちゃわかる。これはもうずっと現役のメンバーで話していくんですけど、卒業することが決まったメンバーが卒業コンサートまでの間にどん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 綺麗になって、卒業コンサートが一番輝いてるみたい。これはもうみんな本当にそうだなと思う。でいつも送り出すメンバーの中で卒業するとき綺麗になる法則何なんだろうねみたいなみんなで言ってて、でも言ってた人たちもみんな綺麗なんですよ。だから教えてほしい、卒業したメンバーに。聞いたことがない。その多分純粋にみんな結構努力してるのもあると思う。普通にダイエットしたり美肌、あの肌とか気をつけたり、でもなんか気持ちなんでしょうね。でもさ、なんか心配、なんか覚えることいっぱいあったりさ、コンサートまで、結構なんかあるじゃん。なんかそのそれで何もなくただ終わりじゃないのに、あの状態で綺麗ってすごいと思う。みんなやっぱ芸能人なんだと思うわ。ラスト、本当に努力は報われるんですか。これはね、やっぱあの総監督であった高見菜さんが努力は必ず報われるといつも言ってたことなんですけど、そのね、なんともまだ私も卒業してないし、なんか何かが報われたなとかちょっとわからないけど、でもなんか努力したことは自分のためにはなってるなって思うし、あの努力せずに成し得たことは一個もないなっていうのも言えると思いますよ。どんなみんな AKB もそうだけど、普通の芸能の方でもみんな多分普通に生活してる人もそうだと思うけど、テストとかでもまあまあ勉強しなくてもできる人もいると思うけど、わざわざさ勉強めちゃくちゃ努力しましたっていう人少ないじゃないですか。すっごい練習したんですとか別に言うタイミングがないから言わないけど、できないことは家で3時間ぐらい、あの夜になったらガラスになったらほら鏡になるじゃないですか、暗いと。それで普通に練習したりとか、映像を撮ったりとか、自分が出たものチェックして練習したりとか、一応それを多分努力と呼ぶのかなと思って。だから報われてるかは分かんないけど、努力しないとできないことはいっぱいあると思うので、私は報われるというか努力は当たり前だと思ってます。はい、いいよくまとまりました。さあということで AKB14 年目の柏木由紀が答える AKB についての質問いかがだったでしょうか。本当に純粋に皆さんがこんなこと気になってたんだとか、私も質問を見て改めて、あ、こういうところがいいところだなとか、あ、 AKB これなんか他のところと違うんだなとかいろいろ思うことがあったんですけども、まあ引き続き AKB の柏木由紀をよろしくお願いしますということで、AKB なんか楽しそうだね、ゆきりんこれからもアイドル頑張ってねと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いしますということで、以上柏木由紀でした。またねー。